卓研受験新報読者の皆さんこんにちは,にちは日経学院講師の宮崎信也です日経学院講師の吉野哲之です今回の動画では今年の卓研試験で合格するんだという受験生の方を応援させていただく受験アドバイスの動画となっておりますぜひ合格にお役立てくださいどのようにして学んだらいいのかそしてモチベーションの保ち方 初めての方にもね、わかりやすいように。アドバイスさせていただきます。最後までご視聴ください。それでは、スタート。やっぱり、ここ近年の五年というのは。 合格点も結構ばらつきがあると思うんですけども、受験生のレベルがね上がってるっていうのはありますよね。上がなんかその辺をどうキャッチしてあの受験生が勉強するのかっていうのはすごくね大事だと思うんですよね。でそこを我々がねあのこういうふうにやれば大丈夫だよっていうところをお伝えできればなと思うんですけど、はい。なんか先生ありますかね。いややっぱりこう特にここ二年間はコロナの影響もあって。 受験生の方の学習時間がすごい増えましたよね。そうですね。リモートワークも出てきたしね。うん、それで学習時間を設けられるってなると。うん、やっぱりその分、自分が成長して、点数も取れるようになってきますので。うん、そこで全体のレベルの底上げみたいなね。はい、そのところありましたよね。はい、だから、三十八点五分の時ありましたけど。うん あのレベルでななななかなかかないですよねなかなかね、うん、データ見たときびっくりしましたね<ー>予想ライン出すときにね<う>いやみんなこんなとってるんだと思ってね、うん、で我々体感でね毎年あの試験受けてねやってますけれども、うん、その時にはまあ38点いかないかなとかと思ったんですけど、うん、データ見ると、うんうん、やっぱりそのぐらいの5百点というふうになりましたからね、はいうん、なんかその辺を考えてじゃあ今後どうしたらいいかっていうところが受験生。はい ここれかららね、ね、はい。やなないといけない、はい、ととけですよ卓球試験の場合には、うん、上位の約15%ぐらいの方が合格する相対評価の試験ですので、うん、その全受験生の中の上位15%ぐらいに入ればですね、合格できるということで他の受験生に負けないようなね、学習をぜひそうですね。そこで我々のアドバイスを聞いていただければ今年ばっちりみたいなね。 近年この5年というのは特に文章読解力ああいったものを身につけていかないと過去問の出てきたね内容を繰り返し出てきてはいるんだけれどもただ文章表現言い回しとかが結構変わったりすると受験生びっくりしてあこんなの過去問ないよという形で解けなくなっちゃう方多いですよね本当近年の特徴としましては過去問題で出たことのあるようなテーマであっても表現が変わってたり まんま問題じゃなくて、周辺知識が問われてね。そうなんですよね。そこでやっぱり対応ができず。本番焦って、他の解ける問題も解けなくなっちゃうみたいなっていう、そういう。現象もあったりしますよね。なので、こう過去問題の単なる丸暗記だとね、ちょっときついかな。そうですね。やっぱりその丸暗記を。やってしまうと、勉強としてもつまんないですしね。つまんないんだ。なんか、どうしたら理解して楽しくなるか。なってう楽しく学んでほしいよね。そうすると、自然とね、文章も読めるようになって。 理解も深まって知識も定着して、問題もどんどん解けるようになってね、うん。本番でも文章読解力をちゃんと養える形で、向かうことができるからね。なんかその辺を意識して、やっぱりその文章読解力を身につけるためにも。丸暗記ではなく、楽しんでね、いただきたいっていうのがありますよね、はいはいうんう。あの、分かる喜びね。<う>一つ一つの言葉の意味、うん、用語の意味が、うん、あ、分かった。なるほど、こうなんだ。一つ一つの重要なテーマの考え方が、分かったときに。あ、ここはこう考えるから、こうなるんだ。 そのね学びのね楽しさ喜びをね体感して進めてほしいですねそれが価値ある学びになってね合格後も活かせる知識になるんですよねその学び方はね合格後にもいろんな場面でね人生にこうプラスになるね影響していく形ですからね最高のスキルですよ学び方を見につけるね丸暗記だとね試験を渡す全部抜けほしいからね <laughs> そうそう,そう <laughs> やっぱり理解を大事にして楽しく学ぶ、うん、そこがね、はいあのー、合格する合格力を身につけるっていうポイントにもなりますよね。はい、はい、小学者と 学習経験者でやっぱりですねその気持ちのモチベーションの部分も違いますし、うん、何を勉強するかっていうテーマも変わってくると思うんですよね。うん、その点例えば初学者ってどのような形でアドバイス皆さんね、うん、あの先生方されてると思うんですけれども初、ね、学者の方はもうあまりですね細かいことを気にしないで、うん、まずは全体像をざっくりつかまえることが大切かなというふうに思いますね。 だ多少わからないことがあってもそこをほっとくんじゃなくて何か印をつけておいたり付箋を貼っておいてとりあえずどん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 こう進んでみるもうテーマ単位高単位でざーっと一通り読んであこのテーマこの項ではこういうことを学習するんだとで全体像をつかまえて最低限重要なキーワードが太字になってたり赤くなってると思うんでね「卓研の書籍でねそこだけはちゃん」と理解できるようにこう調べて 学習進めてほしいいかなうまずは結構初学者の方って用語も分かんないし法律初めてって方も多いからつまずいちゃってそこでで止まっちゃう方多いすよねただそこで止まらずに今ね先生おっしゃったようにまずは進むと進んで全体像把握すると結構ねこんなボリュームなんだってボリューム感掴むことができてで次の学習の時に一個一個深掘りしながらちゃんと見てね インプットできるようになってきますので、まずは進むって大事ですよね。あ、とそうですね。あの一回で全部完璧にしようと思わないとね。もう人間ね、一回で覚えられたら苦労しないですからね。三日前の昼何食べたか覚えてる。なんだっけな発音。中でね、もうすぐ忘れちゃうから。そうなんですよね。忘れることを恐れない。もうどん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 繰り返すこと前提にね進めてほしいかなと思いますね。人間忘れる生き物ですからね。もう忘れるのが通常だから、そこにストレス溜め溜めないようにして、もう進んで進ん。 で繰り返すことで定着していくのでそこでねあのモチベーション下がるそれで受験勉強やめちゃおうていうのはもったいないのでそれが忘れるのが当たり前で忘れないようにこれからね繰り返し繰り返しやっていくっていう部分をねちゃんと意識持っていいいたただきですねはあとは学習経験者になりますけどあの学習経験者はどうですかね学習経験者の場合注意しなければいけないのが覚えているから 過去問題が解けてしまうってことが結構あると思うんですねあ,もうもうあるあるですね受験生ね、うん、学習経験者あるあるですねそれは覚えてるから解ける、うん、でも実は問題文の意味がよく分かってない、うん、用語の意味が分かっていなかったり法律上の表現、うん、これこれを除きとかね、特段の事情のない限りとか、うん、そういった特別な表現とかをちゃんと自分の言葉に置き換えて、うん、ちゃんとこう自分の言葉で説明できるレベルで 理解するということを心掛けて学習を進めてほしいですねいや間違いないですねあとはその先生が今おっしゃったことになるんだけども分かった つもりになっちゃってるかつもりね覚えてるとね問題解けちゃってねもう経験者だと繰り返しちゃってるからもう基本的な用語とか大丈夫だろうって思っちゃっててで読み飛ばしとかすごく多くなっちゃうんですよね厚み読んちゃうとねそうそうそれで結構テキストを読んでるんじゃなくて見てる方が多いんですねパッパッパッパキーワードだけで判断して次のページ次のページあー大丈夫大丈夫みたいなでも本質的な理解をしてないで過去問も一応解けるから大丈夫 というふうにつもりになっちゃってる経験者が多いので、うん、一旦そういう方はじっくりね時間をかけて本当に大丈夫かなって自分を疑う形で勉強を進めていっていただきたいなと思いますすねねそうで特に再受験の方は丁寧に丁寧に学習を進めてほしいですね。ねはい わからない法律用語あとはわからないルール結構出てくると思うんですけど今はねインターネットが発達してますのでわからないままにしちゃうのが一番まずいですよねだから調べて自分で調べてこの用語このルールってこういうことかなっていうふうにして印象を残すことによってねアクティブラーニングにもつながってあわ分かったっていうね気持ちにもなり継続性も出てくるのでやっぱりそのわからない用語とかっていうのは自分でね調べるっていう癖つけていただきたいですよね。 今度どこのレストラン食べに行こうかなとかっていう時は、一生懸命調べるのに。県の勉強していて。調べたんですよ。知らない受験生方多いんでね。そうなんですよね。同じにこうやっていただきたいですよね。調べてね。どういう意味なんだって。こそうなんですよ。やっぱり調べてし間違いないですね。で、やっぱり調べることに興味も出てきますからね。分かんないままにしていくと、やっぱり興味もなくなってきちゃうので、興味を。学習に持たせるためにも、調べていただきたいと。あとは権利関係。あの学習経験者に関しては、その権利。関 関係から結構時間かけてね勉強されるって方多いと思うんですけどもやっぱりそういう方あの <laughs> 一つのテーマにやっぱり時間をかけて例えば最初のテーマとしては制限行為能力者とか勉強される方多いと思うんですけどもその時にもワンテーマ終わらせたらちゃんと過去問をやるっていう癖をつけてあとは自分の弱点をちゃんとチェックしていただきたいですよね分かったつもりになっている方がやっぱり学習経験者多いからその自分の本当にこ大丈夫かなっていうところをチェックしながら一個一個丁寧にインプットアウトプットっていうのを継続してやってほしいですよね。 テキストを全部権利関係読んでから過去問題やろうとかっていうと普通忘れちゃうからねそう忘れちゃう一つのテーマ単位でね、うん、例えばこう代理だったら代理を読んで、うん、代理が一通り理解できたなと思ったら代理の過去もやってみるでそれでもなんか難しいなと思ったら代理もいくつかのパートに区切って3分割ぐらいにして、ねそうですよね、いいですね。 読んで理解するインプット学習と過去問題中心の問題を解くアウトプット学習をこう交互に組み合わせていくそれを丁寧にこう学習してから次のこうテーマに進んでほしいですね。そうでですね、うん、あとはあの学習経験者のの方で気をつけてほしいのが あと一点二点で足りなかったっていう欲しい方が権利関係で結構手を広げようとしちゃう方多いんですよね。<ー>そう、去年で言うと、ん、え、美術品の選択再建みたいな。<laughs> 遭難船舶の遺言とか。<laughs> あの辺、ね。見なきゃ。見なきゃみたいな。じゃ <laughs>、<laughs> <laughs> あれ違うからね <laughs>、なんか方向性が変な方向に行っちゃってね。あれもこれもっていう方結構多くなっちゃうから、うん、そこをちょっと一回リセットさせて。うんうん 基本的なところをねそ大事だから、うん、そこで出てきた時に落としちゃうとやっぱまずいじゃないですか。うんうん、なのであんまり広げすぎない権利関係で学習経験者の方は広げすぎないっていうのは意識していただきたいかなと思います、ねはい、もう本当権利関係であればそれぞれのテーマの超基本事項、うん、重要ポイントを優先して学習して、うん、それがもうほぼ完璧に仕上がったら、うん、多少周辺知識をやるのは いいと思うんですけども、はい、あの超重要ポイント基本ポイントを多分大丈夫だろうというのを甘く考えて曖昧なままにどんどん手広げなもう収集つかなくなっちゃうんでこれは避けなければいけないですね間違いですね、うん、はいやっぱり過去問というのは合格に必要なアイテムですからこれをしっかりおそう絶対合格するためには過去問が大事過去問はもうね必ず取り組むべき ただ解説をよく読まないって方、ね、多いですよね。<ー>なんか選択肢取り組んでて、うん、結局全部が解き終わって答え見て、うん、ああ当てたよかったじゃあ次行こうみたいな、うん、っていう学習の方法だと、うん、あの鍛えるべき ね、筋肉が鍛えられないのでちゃんとその点はあの意識いただきたいかなと思いますよね。やっぱり理由付け,理由付けなぜその選択肢がとい,、うん、いう理由付けをしっかり一し一しやりながら、うん、でそれが終わったら解説を丁寧に読むという繰り返しを過去問演習でやっていいたただきたいですよね、はいまあ、あとはですねその、まあ、一番大事なことはなぜそうなるのかっていう理由付けの部分なんですけども。うん なかなか卓球試験合格できないで苦労されている方は本試験で初めて見る問題文を読んで理解するのに苦戦していると思うんですね。なので過去問題を利用する時にもですねその過去問題の中の文章表現、うん、まずは用語の意味がちゃんと自分の言葉で置き換えることができるか大、うん、大事大事、うん、法律的な文章をちゃんと読んで理解できているかどうか。うん そういった読み取りのトレーニングとしても過去問題を使ってほしいんですね。間違いないですね。やっぱりそのトレーニング、うん、読み取りのトレーニングって文章読解力もついてきますしね。はい、どうしても本番で見たことない、うん、過去問にはない表現出てきちゃうから、うん、そこでびっくりしないようにも、うん、その過去問というのを読み取りのトレーニングって形で使っていただきたいですよね。はい いや春から勉強をスタートされる方多いと思うんですけども、うん、勉強時間これ一般的に宅検試験ってどれぐらい勉強すればってお伝えしてますよ先生の場合これはですね本当すごく難しい問題で人によってやっぱ違いますからねそうなんですよね、うん、一昔前であれば、うん 本当200時間から300時間ぐらいで合格される方がこうかなり多くの割合があったと思うんですがです、ねうん、やっぱりここ2年くらいはそのコロナの影響下で学習時間が増えている受験生が多いこともありましていい、ねうん、レベルが上が上っててましねだからその一般的に200300っていう時間勉強しても残念な結果になってしまう方っていうのは増えてきましたよね、うん、そうなんです、うん、もちろんねその超短期決戦で100時間ぐらいで合格される方もいらっしゃいますよ。 短いい方1週間とか、ねでもね、真似なかなかででもなななきやっぱりポテンシャルとかそういう今までの、うん、学習経験っていうのがある方はねそれでいっちゃう方ねいらっしゃるんですけど、うん、みんながみんなそうではないのでうん、うん、やっぱり100時間でででよかかっったから自分大丈夫っていいいうのは思わないでほしいですよねもともとその読み取る力があるいろんな資格試験の受験勉強で鍛えてきたあるいは高校受験大学受験で国語とか英作文とかで言葉をこう理解し使いこなすトレーニングをしてきた。 そういうい方はですね宅球試験の問題テキスト解説を読んでも理解する力がやっぱ高いので,いいで、ね、短時間で合格できることが多いんですが、うんうん、一般的な宅球試験の受験生の方の場合には法律の用語めっちゃ難しいし法律の用語めっちゃ難しいし普段こんなの見読んだこともないし見たこともない日本語なのみたいな,語なんですよね。そうだから 宅建試験の問題文が外国語のように感じる方はやっぱりそれなりにやっぱり学習時間を確保してほしくてまあ 三百時間程度だと、やっぱ個人差はあるんですけども、うまく行ったり、うまく行かなかったりって方もいらっしゃるので。より確実に合格する目安としては、今五百時間ぐらい。ぴったし、私もそう思った。だからね、このぐらいやっぱり五百時間。やってほしいかな。っいいの目安かなって気はします。あとはその毎日勉強すると思うんですけども、その一日単位でいうと。まずは一、二時間ぐらいからね、やっていただいて、直前期になったら、やっぱりそれ以上。ね。九月以降は、ね、やっぱり。 休日は本当にね、もう一日使うぐらいの気持ちで勉強していただくっていうのがやっぱり目安としてねお伝えしたいですよね。まずその一時間の勉強時間を取るのが難しい方も多いと思うんです。でその場合は一時間その机に座って本広げて我慢してください。ねスマートフォン触らない。ね卓上のと向き合ってもうまず我慢してその慣れね。そうですね。でそれでちゃんとこう本を読んだり。 なかなかね、こう本を読むのがうまく進まないときは、最初まあ問題解きながらでもいいと思うので。うんうん、まずはその一時間、うん、うん、目指してほしいかな。そうですね。うん、まあ、あの習慣にすることが大事。そう、もう習慣化が最強だから。そう習慣化。<laughs> 継続しないといがないので。やっぱりね、あの先生おっしゃったように、まずはちゃんと自分が勉強できる。環境というのを作らないといけないから、一時間ね、はい、座って。う,うん。 勉強できるか、そのシミュレーションとか訓練っていうのをやりながら継続してできるようにしていただきたいですよね。だからまあ無理しないように、ままずはその目標は一時間なんだけども、まあ三十分だけでもね、もまずやって最初はね最初はね、でも本当そうなんですよ。継続一週間で、最初に一週間はそのくらいでけど、次の週は三十分とか、次の週は一時間間違いないですね。伸ばしてほしい。やっぱりその勉強慣れてない方は、いきなりね勉強し直すって難しいですよね。筋トレするときに百キロのバブルいきなり上げられないじゃないですか。 <laughs> それと同じで、やっぱり十分とかっていう風に一週間まず十分やってみるとかっていう風にして自分のモチベーションをコントロールするのも大事ですよね。じ、うん、その場合にはあの何勉強しようかなって悩まないことですね。その悩んでる時間は勉強時間ではないので、うんうん、もう例えば机の上にも今使っている本、テキストとか問題集も置いといて、もう迷わないでそれをとにかく開いてもう始めちゃう。う。うん。迷わないでこう取り組むってことが大事かな事。もう行動、うん、行動が大事。もう動かないとね始まらないですからね。そう、はい、これね。 やる気なかなか出ないっていう相談も受けるんですけどやる気は行動してて出るもんですからねそうなんでねドーパミンっていうねビ水ビ湿が出てやる気がどん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 上がるからやる気がない時こそまず行動ありきでね間違いないですね学習をスタートしてほ部屋の片付けもそうですよね最初なんか嫌だなと思ってもなんかやっておくとどん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 これも片づけちゃうからあれも片づけゃなみたいなドーパミンがぶしゃぶしゃ出ちゃうからねそう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 それとう緒うそうそうそうやりながらやる気出てくるからね。なんかスタートするとね、始めるとね、こうこだわったり。そうそうそう そのこだわりらないいいなだよねうんだよね本当にね勉強も同じでですす間違からまずはそのスタートするときにあまり考えずにまずはね短時間でもいいから継続できる学びをね、はい、やっていただきたいかなと思いますね。あと直前期なんですけど勉強を1日3時間とか5時間とかやるのって難しいじゃんこうきついじゃんって感じてる方もいらっしゃると思うんですが、うん、普段会社勤めとかでお仕事されてる方は何時間働いてますかと。うん ね、それが必ずしも自分のやりたいことを8時間10時間とは限らないじゃないですかだからできるんですよ一日8時間10時間やろうと思ったら<う>あとはそれをちゃんと自分の卓球試験合格という目標を達成のために、うん、こう普段仕事と同じように時間がちゃんと取れるかどうかそうです、ねね、間違いない、はい、時間は作るものですからねそ<う>大丈夫皆さんも作れますからね、うん、はい。 おすすすめの勉強方法なんですけどもやっぱりテキストと過去問題それはしっかりねアイテムとして持っていただいて、うん、で模擬試験もあるんだけども、うん、まずはテキストと問題集をしっかり用意しでテキスト権利関係から始まれる方多いと思うんですが、うん、その1つの項目をやったらその次に、ね、過去問その項目を終了させる、うん、でまた次のテーマに行ってで次またその過去問に行くという形で全体を終わらし。うんで やっぱりね、繰り返し繰り返しやっていくんですけれども、少なくとも。やっぱり三回は繰り返していただきたいかなと思うんですけどね。うん、そうですね。何かこう自分が。こう、あ、この歌いいな。今度歌ってみようかなと思って、例えばカラオケとか行っても。一、うん、回二回じゃ、歌詞覚えられないしね。そうなんですよね。やっぱ自分が好きなものでも、すぐに、うん。 覚えたりとか、うん、知識の定着ってなかなかつながらないですからね、うん、やっぱり繰り返しっていうのは当然必要になってきますよね。はいまあ、最低こう3回以上でできるようになるまで繰り返すと、うん、ただそこはですねこう忘れることは恐れずに、うん、もうどん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 繰り返すし、うん、実際合格されてる方の多くはですねもう5回6回7回以上繰り返して受かってますので、まあ、そこのところはあのー 繰り返すこと前提にもどん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 一回目二回目は進んでほしいですね。そうですね。うん、あとは回数にとらわれすぎないっていうの結構ポイントなんですよね。回数が目的になっちゃうとダメなんだよね。そう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 よくいらっしゃるんですよね。うん、あの例えばその受かった先輩からいやいや十回やれば大丈夫だよとか言われたら <laughs> その十回が頭に残っちゃってもう過去問十回やんなきゃみたいな形でね。<笑><笑>回数が目的になっちゃうとね。そう,そうそうそう。失敗しちゃうから、うん。ただ知識の定着には絶対に繰り返しは必要なんだけども、うん、繰り返す回数が目的になってしまう方が結構いらっしゃ。 しちゃいますから、うんうん、まあそこは気をつけて、もう理解がね、やっぱり目的です、ね、そ,うそ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 う。うん、そこやっぱり注意しながらうん、うん、学習を進めていっていただきたいかない、ね。いやさっきのね歌の話と同じで、うん、あの何回練習すれば上手に歌えるようになりますかって言って、本当、うん、５回ぐらいで上手に歌える人もいれば、僕みたいに10回20回でもなかなか上手じゃな,ないみたいなところで、やっぱり一人一人個人差があるから、自分が上手にできるようになるまでね、うんうん、こう。 練習しししてほいうまくいかないところを改善しながらね分からないところを分かったっていうね進めてほしい先ほどの質問の内容にも入ってましたけど調べるってこと分からないところがあったら調べててちゃんとと理解をすするっこでね丸暗記だとね結局は理解が伴ってないので何のルールだか分かんないし。 過去問ででも解けなない形っちゃうんすよねよく私も言ったりするんですけど中学校時代に「平家物語」の「祇園少女の金のんか覚えさせられてあれ覚えないとお前帰らせないぞっていうふうに言われてそれを覚えて暗証したことがあったんですけど結局内容が全然入ってこないから覚えてはいるんだけどももうそれも宅研試験でも言えるなと思っててルール覚えてるけどもそのルールを過去問で当てはめて 問題が解けなくなっちゃったら意味がないんですよね、うん、か僕、頭の中に琵琶宝師様が出てきちゃってイケモノ家でね結構好きだったからやっぱりね、興味があるとね、やっぱり調べると趣があるじゃないですかああいうね、歌とか詩とかってね,ね、うん、うん、あのー。 ね北九州行った時に断冬だとかねそういうのをもまあ断線しましたけどいいじゃないですかでもそうやってねあの学びをやるためにもいろいろ関連したね知識とかっていうのを得たりとか調べたりすると興味出たりしますからねはいそういう自分のねあの興味がある分野につなげるためにも調べてねアクティブラーニングって心掛けていただきたいですよねよくわからないことそのまま無理やり覚えずにねちゃんとこう理解してね進めてほしいです間違いないです。 模擬試験なんですけどもまずはねあの過去問をある程度やってるっていうのが前提でいきなり模擬試験やるって方いらっしゃらないと思うんですけども <laughs> やっぱりその模擬試験を受ける意義っていうのはいろいろ出てきますよね。 いろいろあると思うんですけれども、回数的にはまああの市販の書籍だと、うん、まあ一冊三回分セットで売ってると思いますね。うん、最低はあれやってほしいですよね。うん、で、あとは会場受験に関しては、うん、あの。 2回、うん、少なくとも2回受けていただきたいかなと思うんですけどそ、うん、その先生どう思いますあそうですすでね、あのー、これもやっぱり個人差が結構あると思うんですがまずそのいろんな資格試験の受験経験のある方は試験慣れしている特にマークシートの卓越タイプの試験慣れてる方はですねあの回数少なくてもいいと思うんです。うんうん、でももそううじゃなくてもう何十年ぶりに勉強したとかっていう受験生の場合は <laughs> そもそもマークシートを塗ったことがねもうほとんどなかったりしますのでんなんか高得点買うときしか出たことないとから <laughs> そういう方とかになってくるとまあその2時間で50問解くスタイルでマークシートで回答するっていうスタイルでやっぱ慣れる必要があるのでまああの先ほど吉野先生が おっしゃった回数よりも、ちょっと多めぐらいでもいいかなと思うんですね。うそうですね。うん、なので、先ほどの、まあ、アドバイスも一般的に、その書籍であれば、大体、まあ、三回分、四回分の書籍が一般的ですから。まあ、それを目安にしてですね、こう、三回分程度を、こう。 書籍で模試として実施するただ会場受験でやっぱり周りにねんかみんなむっちゃ頭よさそうなんだけど見えちゃうんで緊張するねそうなんですよ体験をすることも大切なのでまああの体験もおすすすすめででねねそう緊張してしまって上がって頭真っ白になっちゃう当日っていう方ねいらっしゃいますからそういうシミュレーションするためにも会場受験でいろんな方がいる雰囲気で自分がどれだけ実力を出せるのかっていうのをねちょっと体感していきたいってい っていうところもありますからね。はいはい、そういう意味でもシミュレーションというのは大事で。それをするためにもある程度回数やらないとね。うん、自分のその例えばどこから解くのかとか。うん、時間配分どうしようっていうのもね。うん、ね固まらないですからね。うん、やっぱりそれぐらいの回数はやっていただきたいかなと思いますね。うん、はい、はい、ま、今のところちょっとねこう。 お伺いしたいんですけど、問題を解く順番って問いの一番から問いの五十番まで、まあ素直に行くと解いちゃうじゃないですか。はい、でも合格しやすい順番ってちょっと違くありませんそうなんですよね。<laughs> じゃあその辺をちょっとね、ねお伝えできればと思うんですけど、うん、やっぱり権利関係が問いの一番から、うん、しかも判決文問題とかってね、負け、ね、てびっくりみたいな。<laughs> これどうしようってなっちゃいますからねあの緊張感の中でねそうこんな文章を読めないよみたいなね、うん、焦ってしまいますから、うん、問いの一番から解くんではなくて、うん、まずは自分が得意な科目、うん、権利関係はちょっと外していただきたいかなっていうのがね、うんうん、思いますねやっぱりその点数を取らないといけない宅建業法や法令上の制限、うんうんうん そういったところから進めていく。あとはね、あのこういう方もね、いらっしゃるんですけれども。あの一般の受験生で、いきなり統計からまず始めると。おすすめですね。忘れる前に。もう海外試験前に、あの統計、こうやってね、ずっと見てる人いますから。で、忘れなにすぐ統計やって。まあ、比較的解きやすいから、よし、解けたっていう、その自信から、次のね。うん。業法とか。法令上の制限。問いの十五とかね。問いの二十六から始めるっていうふうに。 していくのがおすすめですよね。あの五十問受験の方はうん、うん、あの統計の問題ってもう三十秒四十秒で答え出ると思うんですよね。うん、で一問自信持って解けるとやっぱ勢いつきますし、その隣近所にある土地の問題建物の問題それほど時間かかりません。うん で住宅金融支援機構とか景品表示も、まあちょっと難しい問題が出ることもあるんですがあの混乱する問題はあまり出ないのでなので、まあ、最初のですねその問いの46から50のところを解くといでですすよねねそういかに自分のリズムに早く乗るかっていうのがすごく大事なので、はいはい、そういった意味でもあの先生もおっしゃいましたけれどもその一般受験の方は5本目以から解くとか、うんはい、統計からやるとかねって、うん、いうふうにして。 モチベーーションコンコトロールししてほいですよね45問受験の登録講習終了されている方は、まあ、宅検業法とか法令税とかね、そうですね自分の一番解きやすいところからね、い <laughs> くのがいいかなと思いますね。はい、ですから、権利関係からやるっていうのは、まあ、例えば司法試験、司法書士とか行政書士とか、うん、もうパスしていて、ある程度、民法に慣れてるって方は別に問題ないんですけども、そうじゃない方は、ちょっと問いの一番はあんまりおすすめしないですね。うん、自信持って解ける問題が 本当こう数問に1問ぐらいしか出てこないと思うので心理的にねやっぱりね不安なりやすすいですよねそうやっぱり本番はね心理戦でもあるから、うん、いかに自分のメンタルモチベーションを維持しながら2時間戦うかっていうね勝負ですからね、うん、そこの勝負に知識だけじゃなくて、うん、そういった部分もコントロールできないようにしないといけないのでね。はい、はい まあもしねやっぱり問いの一番から順番に解きたいんだって方はもう一問一問気持ちを上手に切り替えて進めるとかね、まあ、その別のトレーニングをすればいいんですけども、はい、いずれにしてもあのどういう順番で解くかとかその心理的にいい状態で混乱しないで解くかっていうのはもみ試験を活用して初めてねこうトレーニングできますのでね、はい。だからこそ先ほど我々がお伝えした回数っていうのも意識してね受験いただきたいかなと思います。はい やっぱり勉強って長い期間、春からと半年ぐらいあるじゃないですか。はい、あの心の持ちようって結構難しい方いらっしゃいますよね。うんはい、勉強慣れてる方はね。自分でモチベーションコントロールできると思うんですけど、そうでない方ってやっぱりどっかで挫折しちゃう。うん、そういう時にあのどういう風にして、モチベーションコントロールしたらいいかって。うん、先生ならどういうアドバイスされますかね？やはりその合格に対する自分の思い。うん なぜ合格したいのか、うん、それを常にこう例えば紙に書き出して毎朝確認するとか、うん、で自分が合格するとどんな素晴らしい世界が待ってるのかね合格後のイメージを持ちながらですね学習を進めるということも いいいと思います、ね、間違いないですね、やっぱりスポーツ選手も自分が例えば世界選手権だとかオリンピックで優勝した時をイメージするっていうイメトレでねあの頑張ってるっていうスポーツ選手多いですからね,ねまあ勉強も同じなと思っていて合格した後自分が例えば独立してこういう世界を作り上げたいっていうのであればその具体的な具体的かつ明確な、ね、イメージを持ては持つほどモチベーションもキープできるし点数にも反映されてきますよね。ねただだざっっくりり合格すればいいいややとねななかなかモチベーション難しそそそそう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 うぱ、ん 難しいテーマに出会った時にそこを何とかこう乗り越えようというエネルギーがやっぱり欲しいですから乗り越えようというエネルギーはその時に自分がそのなぜこれを取るのかっていう目的をはっきり捨てて合格後のイメージを持つといいですよね、まあ、それがあの些細なことでもいいんですよね例えば宅建業者で働いていて月3万円給料が上がるみたいな。 もうこれ1年間で1万円かける12ヶ月で、それがもう何年も続くとなればもうかなり大きなお金が増ますからね。でそのお金をまた自分の投資に使ったりとかね好きなものを買えたりするっていうモチベーションにもなりますからそういうところでもね構わないんですよねだから合格後のイメージっていうのは自分がどうなりたいのかっていうのをねちゃんと持ちながら毎日持っててほしいかなと思いますよね。試験は 合格すすればもう一一生生有効でかからねそう一だからねねだしかも国家試験というね価値ある資格試験ですから、うんうん、ぜひぜひそういうのを思い上げてモチベーションをコントロールしてほしいですよね。はい、あとはですねあのスケジューリングスケジュールを作るというのも1つねあのモチベーションにつながると思うんですよね。あのどうしてもその 何をやるか分かんないっていう状態が長く続いちゃうと結局勉強をやめちゃうんですよねうん、うん、だから今日はこれ明日はこれやるっていうのをちゃんとスケジューリングすると、うん、あ今日これやればいいんだな、うん、明日はこれでいいんだなっていう明確な行動目標ができるので、うん、それをクリアするとしかも自分ができたっていうね成功体験にもつながるのでその小さな成功体験を積み重ねるためにもスケジューリングって作ってほしいんですよね。うん であの慣れてない方はまず1週間1週間でもいいのでその1時間今日はこれからここまでやるみたいなっていうのを作ってそれに向けて行動してほしいかなと思いますね、うん、なかなかそのスケジューリングですとか、うん、継続的に勉強をしていくのが難しい受験生の方もいると思うんですけど、うんねうん、そういう場合はどうすればよろしいですかね。そういうい場合はやっぱり 学校に、<laughs> 見学院に。<laughs> 行くっていうのは、ね、間違いないですね。まあ、あのー、その。行く場所がある。うん、もう。 何曜日の何時から何時にここに行かなければいけないんだっていう環境に置いちゃって、うん、その教室に行くと周りにもう本気で合格するぞっていう人たちがいて、うんうん、その環境で自分がこうやる気スイッチが入るというか環境にこう支えられてやる気が上がるっていうのはスクール通ううの、ね、メリットでですすよねそうですねそ、うん、やっぱりそれなりにお金はかかってしまうんですけれども長い目で見たら、うん、そのお金ってちゃんと宅検試験を受かったと回収することができるので、うん、まあその辺を踏まえて自己投資と 思ってねあの学校通うのも一つですよね先生がおっしゃったようにそのモチベーションっていうところもながりますしやる気スイッチもねお金払ってよし今年5枠するぞって決めるとねモリモリってね元気も出てきますからねはいそういう形で講座をお申し込みいただいてね日経学園の講座ご利用いただくのもいいかなと思いますねまあスクール通う場合にはもうそのスケジュールがもう決まってますからそこにちゃんとついてきるようにね予習少しして 講義望んでしっかり復習してそのサイクルを守っていけばいいというねこう楽ですよねなんかエスカレーター乗っているような感じでねもうそこに乗っちゃえば、うん、エスカレーターでこけなきゃいいんだもんねエスカレーターちゃ,ちゃんと乗ってればいいんだけどもう合格の切符は手に入っているようなもんですからねあと二軒学院ねあの私が言うのもあれですけど結構サポート体制が厚くてその一人一人をちゃんと手厚くね見てくれるそういうサポーターもいるというのも心強いですよね、うんうん、はい なのでまずはね、こう独学でチャレンジして、うん、もう自分でこう限界までチャレンジしていただいて、うん、で合格突破していただきたいですし、うん、なかなか自分一首じゃ難しそうだなっていう時には、うん、まあ他にもこうね、こう環境とかね、合格のためのより良いね、うん、こう選択肢っていうのも考えていただけきたいいんじゃないかな。違うですね。すねはい。うん、今年受験される皆さん、絶対に皆さんね、合格できるから一緒にね。 頑張って走っていきましょう途中で辛いなとかもう辞めたいなって思う時があるかもしれないけどもその時にはお腹にぐっと力入れて我慢です継続した学びをすれば必ず合格できるそして合格した後あの時ね辛かったけども頑張って良かったなっていうその経験を得ることができますそれが人生にとってねいいスパイスになります価値ある体験になりますから今後より豊かな人生を 歩み進んでいくことができる宅検試験を上くして人生変えましょう宅検試験は必ず合格することのできる試験です一つ一つの用語の意味を丁寧に理解し考え方を丁寧に理解していく分かったを大切に学びを進めていきましょうそして理解する喜び分かった時に感じることのできる感動この 学びの喜びに気が付くことができれば卓研試験の合格もぐっと近づきますし卓研試験合格後の長い長いこれから将来の人生に大きな大きな力になってきますぜひ今回のアドバイスをお役立ていただきまして合格を勝ち取っていただきたいと思います絶対合格卓研受験新報は年4回。 春夏秋冬号と発売しています全国の書店やインターネットでお求めいただきます役立つ情報満載ぜひぜひご購入ください